はいどうも、青春秘密基地の隊長アオバです。今回紹介する商品はこちらのですね、昔ね駄菓子屋にあったこの20円のねくじ引きというかね、シールとか、カードなどがねこれ綴りになってるものをねおばちゃんに言ってこれ引いて、まあこの中にねやっぱ当たりが入ってるともう1枚引けるというようなねチャンスもあったこのカード類の紹介をしていきたいと思います。まあキャラクターもね、これガイキングとか、まあ大きさもね、大小いろいろあるんですが、火の鳥とか、まあキャプテン翼、この辺はシールですかね、1枚20円。こういったものもね、徐々に自分が集めてきたものの一つになります。で、まあこの辺見てもらうとわかるのと、怪しい、突っ張りシール。これはビックリマンシールの頃ですかね、このホログラムが入ってるところを見ると。あとはこのダイモスとか、まあこれはなめんなよですかね、やっぱ当時流行りましたね。でこっちに来ると日焼けシール、これは腕に貼って日焼けをするんですかね。なかなかこういった結構ファンキーな柄も揃ってます。でこれ見てください、これ突っ張りニャンシール、まあこれはもう突っ張りブームなのか、まあなめ猫ブームなのか、ちょっとよくわからないのになってますね。まあこの辺はダッシュカップペイト、あこれもまた今考えられないですね、あまりね。これはこのバンコクキッテ州ビッグチャンスプレゼント、これは多分ですね世界の切手ですね。でも消印が押されてるので使われた切手を多分剥がしてこの中に入れたものだと思いますね。じゃあちょっとこの辺も一発いってみましょうかね。この辺ね、一発目よいしょ。さあこの辺は何がどのようなものが出てくるのか。まあこれも結構昔のものなんでね、これはどうでしょうか。ラッキーカード、いきなりラッキーカード、ラッキーですね、これラッキーカードしか入ってないんですよ。これまあ普通に買っても20円の日本の切手ですね。これがまあどういったレアなものなのか分かりませんが、これがサービスセール、点をどんどん集めよう、ラッキーカード2点ということでね、裏は、まあ、素晴らしいプレゼント、100点集めてください。100点で未使用の日本記念切手を1シート送ります。これは結構これ2点を100点集めるって結構ね無茶な感じかなとは思います。ではあともう1枚ぐらいちょっと今日は引いてみたいと思います。この突っ張りシールなんか結構昭和っぽくてなんか面白いかなと思って、1枚引いてみましょう。よいしょ。突っ張りシール、絵がやっぱ斬新ですね、この色合いといい。それでしょ、中の方なんですが、一人で撮ってるのでちょっと見苦しい点があってすみません。あ出ました、キラ、これはまたすごいですね、なんとも言えない、結構今日引きはいい。突っ張りシール、花札の純子、花札の純子を甘く見るんじゃねえよ、カミソリより切れ味抜群、このお札受けてみたというかなりシンプルな、裏もかなりシンプルな歌い文句で、あすごいですね。でもまあこれキラなんで結構当たりなのかなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。